しれん。そしたら始めます。テレビとかで見たことある？そんなにない。本で見たの。うん。そしたらトランプわかる？トランプ。トランプを使ったやつがやるから。おお。使うのは火じゃなくてトランプね。トランプから。大丈夫？うん。どうした？いや。でトランプだけど今エースと A ね。でこれスペードのエースを集めてる。だからこれが一番古いスペードのエースね。で次に古いスペードのエースがこれで、3番目に古いのがだんだん古くなっていったじゃん。あ、だんだん新しくなってる。だからこれで新しいやつ、次に新しいやつ、3番目に新しいやつ、一番古いやつで、古いやつを真ん中辺に入れるよ。で指を鳴らすと上に上がってくるっていうやつがよくテレビでやってるじゃん。だからこれだとちょっと分かりづらいでしょ。で一番下に回しても上に上がるでしょ。ちょっと分かりづらいよ。広げて本当に一番下に入れましたよ。でやっぱり上がってる。でも分かりづらいでしょ。一緒だから。一緒だから分かりづらいからこうすれば赤くなるじゃない。もともとスペードのエースだったけど今はさダイヤのエースでしょ。でこっちパチッってやるとこのクラブのエース。大丈夫？で残り2枚指を鳴らしてずらすとハートとスペードになるってことは2色になったわけでしょ。わかる？赤と黒だね、うん、で赤と黒になったら面白いことができる。赤ってハートがあるでしょ。もう1個はダイヤで、ハートの下にダイヤを入れてハートを回して入れ替えているようならしたらどっちがどうしたか分かんないでしょ。どっちだ。はい、時間切れ。ほら赤はこっちね。大丈夫？こうやってやってるとさ、もともと何だったか覚えてる？これはハートでしょ。今はハート。で、もともとはハートじゃなくてスペードだったわけでしょ。大丈夫かな。っていうことは、今まで見てたのは全部スペードのトランプを見てた。ただスペードなんだけど指を鳴らして広げるとなんとなく全部揃ってるような気がしてたっていう。何分かるね。うん、大丈夫。そしたらカードはもういいかな。で、最近さ手が、あ、子供だから乾かないか。まだカサカサするよね。カサカサする。カサカサするんじゃない。冬外寒いとカサカサするでしょ。カサカサするよね。カサカサしてるとさ、あ、だから実は一つ解決策が、ハンドクリーム使ったことある？ハンドクリーム売ってよ。手にクリーム塗ってあいつでこう潤すやつなんだけど、でこれをいつも持って歩いてるんだけど、ちょっと大きいでしょ持ち歩くの。ちょっとこれポケットにシュッと入らないじゃない。だから解決するのは持ってこっちやると小さくなっちゃうと大丈夫。小さくなっちゃえばさ、これちっちゃいポケットにシュッと入るじゃん。だからスモールライトだ。そうそうそう、持ち運んで。すごい。ちっちゃくできる。ちっちゃくできる？できない？僕らちっちゃいじゃん。でこれをね、ただ手ね潤しても乾かさないようにしてても、実はねどうしても乾いちゃう指がこれなの。なんだか分かる？これ偽物だから。これとこれ偽物だからね、この2つだけ乾いちゃう。でこれビーってやるとさ縮むじゃん。大丈夫？縮むけどフッてやるとまた戻るんですよ。でこれは折れる指なの。え？これ折れ大丈夫？そしたらだから指が取れるわけだ。大丈夫？だけどこれロボットだから大丈夫。でこっちないでしょ。でこれくっつけるとこうついてくる。だこの指だけどうしても乾いちゃうから、もっとこう塗ったくなってないとダメ。大丈夫？はい。
そしたらね、うん、とロボットなんだよ、ロボットなんだよ、本当、うん、ターミネーター、そうそうそう、指じゃない、草刈ってて切ったって、そうそうそう、でロボットの指をつけたからって、うん、ラクジャックに、うん、これなんか分かる、ペン、マジック、うん、これボールペンと違う、マジックだな、違う、マジックペン、これボールペンなんですよ、マジックマジックペンっぽいけど、ボールペン、なんとなく音聞こえない、いい、おお、ね、これボールが入ってるから大丈夫、でっかいボールペンだな、だけどちょっとさ、本格に入ってるんだけど、少し大きく見えるじゃない、大丈夫、だからこれを、このボールを中に入れるところが大変だから、入れ方がある、3回叩けばまだでしょ、1回、2回そうだよ、これで消えるでしょ、大丈夫、中に入ってるから、ただ、おっとして小さいキャップ、これが難しいの、もうちょっと大きいじゃない、このやつは3回叩かないと消えない、まだでしょ、いくよ、1回、2回、3回で消えるでしょ、あ、消すを間違えた、違う違う違う、ボールの方を消さなきゃいけなかったわけでしょ、だけどペンが消してボールはペンに戻ってるから、ペンはここにあるで、ボールはもちろんこんな感じ、でこれをさ、こういろいろやってると訳が分からなくなっちゃうよ、ボールも追っかけたよ、ペンも、だボールをやめてペンを見て、このペンって本当のペンだから、こうやってやったらビッてやったらさ、ビッてかけるじゃない、ビッてやったら消えるでしょ、で、なんで消えるかっていうと、これはペンじゃなくてボールだわ、で、ボールからペンを引っ張り出して、ペンの逆からボールが出るっていう、ボールとペンとボールの手品でございました、じゃあ、ここからね、ちょっと大人向けのやつがいいかな、なんか見えるの、ほんとね、えじゃあここからちょっとお父さんの方に協力してもらいます、はい、はい、そしたらこれからコインマジックとカードマジックを同時にやります、はい、いいですか、でまず想像してください、全部でカードは52枚トランプあります、はい、で頭の中に52枚こう扇形に広がってるのを想像してください、でそこから例えば選ばれにくいよ、なんか例えばハートのエースとかだったら当たってもあんまりびっくりしないじゃないですか、で選ばれにくいようなやつを1枚頭の中で引き抜いてください、扇形からいいですか、扇形から抜きました、シュッと、でそれをしっかり覚えてください、で覚えたら裏向きにして扇に戻していきます、はい、そしたらそれをキュッと縮めて、はい、そしたら一組のカードまとまったやつですね、それを箱に頭の中で戻していきます、いいですか、はい、でそこまでカードマジックですね、はい、でここからコインです、あ、ちょっとわけわからないんですけど、そのまま流してください、はい、でコインマジックで使うのは大きなコインと小さいコイン、大きなコインと小さいコイン、わかる、見たことあるこれ、何、大きなコインと小さいコインの手順っていうのだけ覚えてれば簡単だから、これね、大きいコインを取ってポケットに入れますよ、で、今は手の中にはうんとね、違う違う違う、大きいコインと小さいコインでしょ、大丈夫、この小さいコイン、小さいコインをしないです、今はこっちは大きいコイン、ほんと、これ大きいコインと小さいコインですよね、大丈夫、で、今度大きいコインをしまったら今は小さいコイン、これがね、指を鳴らすとぶっかわるで、これさっき想像してもらったカード、入れたカードですよね、で、想像してもらったカードを引き抜いて裏返したカードってちなみに何でしたか、クローバーの7、クローバーの7でした、間違いないですね、もうちょっと大きかったんだけどな、あ、そうですね、多分遠近感ですねクローバーの7ですね、じゃあ広げていきますね、で、多分1枚だけ、あ、裏向きのやつありましたね、1枚裏向きが出てきました、クローバーの、あ、7ですね、素晴らしいですね、素晴らしい想像力ですね
なかなか、なかなかここまでピタッとちゃんと想像してくれる方はいらっしゃらないんで。え？そう、すごい。すごい。そう、パパは今ネームを送ったから。そう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 。ひっくり返った。パパの力。そう、想像の、イメージングの力ってやつ。うん。パパだったわけか。で、そしたらね、宝石がかる、宝石って。宝石ってわかる？宝石を想像してね。で、はい。だいぶ大きな宝石ありますね、ここにね。ダイヤモンド。じゃあ、これ何、どれぐらい重さあるかわかる？10円玉より、10円玉より軽いと思う？軽い。軽くないよ、これ何もないんだから。え？でも指を鳴らすと、え？びっくり。結構10円玉より重いよね。え、うん、だけどこのさ、やってこう掴んでってやってフッてやってフッてやったらシネスじゃん。えっ、そしたらね、ここからじゃあお父さんに協力してもらってもいいですか。少しスペース使うんで。えやばい、ちょっと大きなもの作る。そんな大きなもの作るの、そんな大きくはないんですけど、卵ホルダーと、これよくお祭りのビール、ビール入れるカップですよね、はい、これで、あともう一つ大きなものが、卵卵を一つ作る。記憶がまじでる、記憶がここから出てくる。怖い怖い怖い、そこまで先端がこれ、あの、下滑らなくなってるんで倒さないようにしてください。あ、はい、で、今5個ありますから、やばいやばいやばい、指でくる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 、そう、はい、そして、あの、お父さんちょっとこっちに回り込んでもらって、今これ5個ありますよね、はい、で5個あるんで、この中から1個、例えばこれ選んだらここの下に置いてこうやってやってください、うん、そしたら外から見たら分かんないですよね、照明とかでこう透けて見えたりもしないですよね、うん、どれも普通の仕掛けのないただのカップですね、はい、そしたらいいですか。じゃあこれこっちに置きますね。これ入れた状態グッと押すと倒れちゃうんで気をつけてくださいね。はい、そうです、はい、そしたら僕後ろ向いてますんで、はい、後ろ向いてる間にどれかの下に入れて終わったら言ってください、はい、で他のやつもちょっと動かして分かんないようにしてください。絶対に外から見て分からないっていう状態を作ってください。これなんかこう、はい、こんな風に出しても大丈夫なんですか。あ、そうでも大丈夫ですけど、できればこう並んだ方が分かりやすいですね。はい、いいですか。じゃあ僕向こう見てますね。こっちにしようかな、うん、はい、いいですか、はい、はい、外から見て分かりますか。実際自分でこうあれしたら分かんないですかね、はい、難しいですよね、うん、こうやったぐらいでちょっと分からないですね、うん、多分これ違います。これもし倒したら、うん、当たったら、うん、卵ぐちゃーってやって頭からバチャーってなって、うん、ね、いや、あなたが器用になっちゃうやつ、はい、じゃあ次いきますよ。この辺からいきますね。残り3つですね。わかりやすい。どうもありがとうございます。
リアクションでね。今日一個目に来いだな。そして、トリックは。トリックは。そして、パッと後ろ向いてもらいたい。そしたら君の目を見ろ。あと2個なんだけど、2つはすごく地味なやつをやるよ。地味ってわかる？派手じゃないこと。ちょっとよく見てないとわかんないけど、これ指輪ね。指輪を使います、はい、で、これは最初に調べてもらってもいいんだけど、1つの指輪ね、はい、1つの指輪、何1つね。で、調べてもらってもいい？掴んで、そしたら消えて、なくなって、指を鳴らしたら、ちゃんと書いてくる。書いてくる。で、これを上にこう飛ばして、でも思いっきり飛ばしちゃうと、なくなっちゃうから、よくよく見たら、これ今上に当たったから、こっちに見てる、こっちにバチになってた。こっちはここに当たってもらってんだろ、書いてあった。でもね、これね、不思議なのは、抜けないんだよ。ぐーって、うん、ギューって、引っ張って、お父さんもちょっと抜いてもらってますか。結構、そんなに結構不思議なところで、よくは引っかかって抜けないんですね。これ抜くのにはやっぱりおなじみの、あ、一回折ってやれば、抜けやすくなる。ちょっと痛いけどね。だけど掴んで、いい？今度変わったことやるよ。掴んで、やると戻る。じゃあ見る。でこれ本当はね、この肘にポケットがついてるやつ。見えないポケット。こっそり縫い目からシュッて入れられるようになってるから、そこに掴んで、このポケットにシュッて入れてやる。1、2、3でいいでしょ。もっと思いっきり押し込んでやったら入っちゃう。どっかにある。どっかにある。ここだよ。お前が外してないのにそこに入っちゃったよ。わかった。わかった。えい。そしたらどうしようかな。じゃあ最後お父さん、はい、どうぞ。お立ちになってこちらにお願いします、はいはい、で、今2つのものを使います。まず一つは辺です。もう一つは、指輪です。指輪をペンに通します。そしてこんな状態で、ちょっとゆけくん通す。オッケー。まずこんな状態で、発想上持ってますよね。で、もうちょっと近くに来てもいいよ。見えないですか？うん。まあね、It's hard to see, no? もうちょっと近づいて、ここじゃ見えにじゃんの？今日これでいいですか？はい、この状態でいきます。で、結局これはただ通ってるだけなんであれなんですけど、念を送ってやると、見て見て、ん？横へ、ちょっと待ってよ、動きます。でこうやってやるとちょっと傾けてるのができそうですよね。いや、この状態だとちょっと難しいですけど動いてるじ
ライアンプロもびっくり。じゃあお父さん、前に来てください。はい。で、ちょっと恐ろしいんですけど、こっちとこっちを端と端を、まずこっちを持っていってください。はい。ほんで、今お父さんやるからね。そして、こうですね。まっすぐ。まっすぐぐらいですね。はい。で、その状態でずっと止めておいてくださいね。いきます。上も下も何もありません。周りに何もないですね。いきます。いや、なんでさ。持っててくださいよ。え？俺何もやってないよ。バチってくるかもしれない。うん。うん。ここはいきましたね。で、そのまま手はこっち広げてもらっていいですよ。で、そのままこっちは手に落としますから。はい。で、それもちろんただの指輪ですし、これはただの。ボール出てこないですよ。ボール出てこない。そしたら手出して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 手こうカップにしてカップにしてうんカップにしていくよ指輪とゴールおおこんな感じでわーすごい、どうもありがとうございました。